おはようございます。今日はこれ訳ありダイエットウォークっていうくくりで話したらいいの？なんかちょっと最近の私のスタイルに合わせてコンテンツをまたちょっと改変しなきゃいけないかなと思ってる今日この頃なんですけども、今日は5月26日普段はお休みなんですけども、今日いつも歩いてるところを散歩しながらお話していきたいと思います。そんだけわけありだよと、外伝なんかアニメの見過ぎ、ゲームの見過ぎかな。そう、まあ最近ゲームもアニメも見てないけど、外伝？え、サブ？え、え、何？え、まあいいや。そう、まあアップするかどうかわかりませんが、アップした。アップするでしょう。そう。まあ、取るだけ取ってアップしないってことはあんまないのよ。とりあえず何でもいいからアップされるみたいなのが、そう、意地汚い私のね、スタイル。さあ、そんなわけで、今日はですね、昨日ね、ちょっと、インタビューをさせてもらいました。イラストレーターの、笹川、かおりさんの、展示会に行って、突撃隊に、ちょっとアポを取ったんだけど、もうほんとね、適当なアポで彼女に迷惑かけたみたいな感じなんだけど、まあ、インスタでね、インスタで、ちょっとお話、インタビューさせてもらいたいので、お伺いしてもいいですかみたいな感じでアポ取って、で、行ったその場で、動画撮らせてもらったっていう感じ、なんですけども、まあ、その様子はね、忘れなければ概要欄に、そう、URL 貼っとくので、そちらをご覧ください。まあ、その前後、反省会まで含めて喋ってます。はい。まあ、その動画が先か、こっちが先かになるかちょっとわからんけどね。多分同じ日ぐらいにアップしてるかな。はい。そんなわけでですね。まあ、その時にね、やっぱこれはこれじゃダメだよね、みたいな。まあ、機材的な問題を感じて、もうクオリティをもう1段階、2段階上げるにはっていう、ところで、まあ、これとこれとこれは必要だよねっていう、そう、ことと、なんでインタビューって話も含めて、今日ちょっと、まあ、自分というか私自身が今後、この数ヶ月で購入すべき機材なんかをちょっと整理したいと思いながら喋りたいと思います。はい。まあ、まずね、まあ、今週ね、友達にね、まあ、こんな話をしたの。私は、まあ、インスタ、まあ、フォトグラファーとして活動する中で、まあ、インスタもツイッターにしても、SNS に、まあ、有名無名関係なく、素晴らしいフォトグラファーいっぱいいる。そう、有名無名関係なくね。そう。で、まあね、私はさ、どっちかというと、写真って、二つあって、まあ、好みの写真というか、まあ、好みというか、まあ、自分が刺さる写真には、まあ、二つの系統があって、一つは、記録してる写真。記録写真ね。そう。まあ、私の、インスタグラムを見たことある人は、なんかね、ストリートフォトグラフィーは、まあ、記録だよ。ぶっちゃけ。記録写真。そう、ドキュメンタリー写真もそうね。そう、逆にもう一つは、考えて撮る写真。まあ、絵を描くのと一緒だよね。まあ、写真はまあ、絵を描くのと一緒で、まあ、現実の、まあ、写真だからね、現実的なものかもしれないけど、切り取ることで絵を作る写真。で、切り取ることで絵を作る写真と記録するだけの写真が、まあ、写真の中で大きな二つの、振り分けるならあると思うのよ。なんで写真の話したんだっけ？ん？あ、そうそうそう。それで、私はね、切り取る方の写真。
が、まあ私自身は、まあメインよ。うん。あまり作り込む写真は、そう、楽しさを感じないんだよね。作り込むような写真をしたいんだったら、私は絵の方が全然楽しいなと。私もね、絵も描くのよ。うん。そう。絵も描くんだけど、まあ、作り込むんだったら、まあ、絵の方が面白いし、そう、と思ってて、まあ、写真でもほんと作り込むのは、まあ、私はね、あまり好きじゃない。と、うん。まあ、そうなんだけど、どっちにしても、いろんなフォトグラファーの方がいらっしゃって、有名、無名な人もいっぱいいる。で、まあ、SNS なし、インターネットなしには、出会うことが絶対できなかったような人と簡単に出会えれるような、状況になってきたじゃない。そう。まあ、そこで、ネットで、インターネット上で見つけた素晴らしいフォトグラファーの、方と、対談したいなと思ってるんだよね。まあ、それで、まあ、英語も勉強し始めたりしてるし、してたりとか、英語勉強してたりとか、Google Meet を使って、他国言語で自動翻訳しながら、まあ、会話できるっていうのを、まあ、研究してるんだけど、そう、まあ、それにはね、そう、ちょっと、まあ、一つは、その方向性。もう一つは、その話をしたときに、友達に、マチログって知ってるって言われて、マチログって何って言ったら、まあ、YouTube のチャンネルなんだけど、フリーのね、プロデューサーの方が、まあ、自分でカメラ回して、いろんな人にインタビューして、それを投稿してるってやつなんだけど、見てみると、本当にね、まあ、いろんな人、いっぱいいるんだよ。うん、まあ、本当それが面白くて、あ、そう。うん、まあね、私のインタビューは、まあね、遠くにいる人だから、まあ、ズームとか、Google Meet とか、を使って、まあ、対談系、動画じゃなくて、会議ツールを使った、まあ、対談形式を考えてたんだけど、まあ、そうじゃなくても、身近も、面白い人は、日本中にも世界中にもいっぱいいるわけで、あ、これも面白いなと思ったわけ。まあ、それで、昨日ね、まあ、ちょっと勢い任せだったけど、まあ、とりあえず、私だったらどんな感じでやれるかな、みたいな感じで、まあ、ちょっとやってみようっていうのが、まあ、イラストレーターの笹川さんの、そう、なおこちゃんじゃなくて、かおりちゃんの、撮影だったの。そう。で、まあ、やってみたところ、まあ、いろんな問題点が出てきた。アポ取りもそうだし、出だしもそうだし、まあ、機材もそうだし、そう、お話を引き出しの、その、引っ張り方もそうだし、そう。で、まあ、機材以外の部分は、またね、私の中で自分で、経験積みながら研究していくしかないわけで。そう。うん。まあ、ここで、今、そこに悩んでてもしょうがないから、まあ、そこはちょっと置いといて、じゃあ、機材的な部分、機材的な部分をちょっとね、なんとかしなきゃいけない。と思ったの。まあ私のね、このね、ポッドキャストやってて、今のスタイルで続けてる分には、まあ今のね、この中華スマホのどうでもいい、本当ボロボロなさ、そう、何にもしたいのに、1年半ぐらい使ったらさ、画面がね、ちょっとね、大変な、ちょっと残念になってきて、これもしかしたら半年も持たずに画面見えなくなっちゃうんじゃないかな、みたいな感じの、この、圧倒的に残念な中華スマホでも、まあ今のところいいんだけど、まあね、本当に壊れちゃう前に、ちょっとスマホは変えなきゃいけないなと思ってて、うん。まあ評判はどうであれ、我々は、そう、ハーウェイの、P シリーズ好きなんで、P30に、P30 を買っちゃおうかな、みたいな。そう。多分2万しないぐらいだよね。そう。
うん。まあ、私は別に中古でもいいから、いいんだよね。そう。まあ、T30 か40、40はまだ4万ぐらいするかな。そう、を買って、それにチェンジしようと思ってます。まあね。そう。うん。まあ今撮ってる写真のほとんどが私のモバイルだしからね。そう。写真も、ムービーも全部モバイルなので、まあ、まあね。そう。まあ、スマホが2台、3台あってもいいような気はするんだけど、そうそうそう。でも、まあ、スマホを、変えてクオリティを高める。そう。で、スマホに、そう、なんだっけ、ジンバルをつけて、三軸ジンバルをつけて、まあ、安定した撮影ができる。そう。で、まあ、スマホにね、外部マイクをつけることもできるし、外部ライトもつけることもできるわけだ、今。うん、そういうのもあるわけよ。そう、まあ、その、スマホで使うジンバル、外部ライ、外部、カメラ、ライト。っていうことになれば、まあね、まあスマホ代込みで、まあそうね、4万もあれば、まあ十分だろうな、そう、うん、まあ、4万もあれば十分だろうな。と言っても、まあ、アクションカメラの見分け。そう、アクションカメラ、そう。まあ、スマホだとね。そう。まあ、いろんな使い道もあってってことだけど、まあ、もう一二つクオリティを高めようと思うと、ねえ。だってさ、スマホだとさ、二台持ちするとさ、もう、ねえ、まあ、二台持ってれば、まあ、それでね、スマホを片っぽ取りながら片っぽ違うことできるわけだから、まあ、便利っちゃ便利だけどさ、便利っちゃ便利だけど、そう、スマホ二台はね、まあ、すぐに買うって、まあ、ね、ちょっと、無理じゃないのみたいなところだから、そう、まあ、正直ね、ちょっと私には仕切りたか、みたいなのが、まあ、正直なところなのよ。そう。となればさ、まあ、アクションカメラっていう選択もあるのよ。で、アクションカメラ。そう。まあ、いずれね、なんだろう。まあ、実際にあって、椅子に座る感じで、ね、本格的な対談を撮影したいと思えば、まあね、ムービーカメラ。まあ、アクションカメラでいいと思うんだけど、今の性能いいからね。アクションカメラ2台でそれぞれ撮影し、みたいなことも、まあ、考えられるし、まあ、もうちょっとね、モバイルな、ライトっていうよりも、まあ、据え置きっていうか、それなりの大きいライトも、まあ、いるなとは思うんだけど、まあそれだってね、買ったってさ、2個セットだって、まあ1万そこそこだからライトだってね、まあそんなめちゃくちゃ高いもんじゃないけど、まあ、そういう意味じゃ、まあ先行して1台、アクションカメラ買いの、まあモバイルライトとモバイルライブでジンバル、そう、ジンバルっていうスタイルでも、そう、それでもいいなと思うんだけど、まあ、それだってもね、多分ね、まあ、しっかり調べてないけど、まあ、3万もあれば、そう、揃うよね。そう、GoPro を買おうと思えば、まあ、それは違うし、GoPro 専用のジンバル買おうと思えば、まあ、それも高いけどさ、そう、使える範囲の、そう、ジンバルとして使える範囲、ジンバルとして使える、3点ジンバルとして使える範囲で、そして、なんだ、アクションカメラで、まあ、そこそこ、画質もっていう範囲、うん。まあ、そこそこっていうのは、まあ、スマホよりはいいさ。スマホよりはいいよ。うん。スマホより良ければ、まあ、問題ない。だって、そもそも映画を撮ろうってわけじゃないからさ。まあ、もう、超スーパー高画質である必要は全然なくて。あ、スマホじゃなくて。映画を撮るってわけじゃないから。YouTube で載っけるだけだから。まあ、そもそも超スーパーハイクオリティな、っていう必要はない。まあ、それだったら、どっちかというと、マイクとか、マイクとかの方が、ね。まあ、そんなわけで、まあ、どっちにしようかっていうので迷ってるのね。そう。
そう、まあ、そう。まあ、整理すると、スマホを変える。1。で、アクションカメラを買う。2。で、三脚ジンバルを買う。3。そう。私が今使ってるのは、2点のジンバルなんだけど、これがね、また中華ジンバルのさ、なんかね、いまいち使い方がよくわからないというか、使い方が悪いやつでさ、そう、今は本当、手持ちで持って、歩きながら喋るときの手持ち棒にしかなってないみたい。そう。うん。で、3がジンバル。そして、スマホを優先したなら、スマホ用の外部マイクに、ライト。そう。うん。まあ、ちょこっとつけられるのがあるわけよ。それはもう2、3000だな。そう。で、アクションカメラ優先するんだったら、アクションカメラに、モバイルで、使える、モバイルというか、まあ、手持ちで使える、ライトと、外部マイク。そう。っていうセットだよね。そう。まあ、どっちが優先かなって思うと、まあ、今のね、このスマホの、いや、よろっと壊れちゃいそうっていう状況を見てると、まあ、正直、スマホ優先かなって思っちゃうな。そう。うん。そうね。まあ、その、対談屋のやつをやっていくには、まあ、今言ったのが必要になってくるわ。うん。でも同時に、私がやりたいことは、もう一つあってさ、そう、再三言ってるカラオケライブ。そう、カラオケライブにはさ、やっぱ大きくなくても、まあ、スピーカー、そう、アンプがついたスピーカーいるよ。で、まあ、マイクも必要だね。そう。で、まあ、それを調べてみると、まあ、だいたい1万2、3000円ぐらいで、まあまあのがあるわけよ。そう。まあ、それでいいかなと。そう。で、まあ、あとは、ぶっちゃけ音源が必要なわけじゃん。そう。まあ、YouTube からさ、ダウンロードしてさ、そう、ソフトでちょっとっていじれば、ね、簡単に本当に今、カラオケ音源作れちゃうけども、YouTube からのさ、音源ってやっぱ安定してないんだよね。で、綺麗かって言ったらそうでもなくてさ、そう、アップした人のね、そのクオリティにもよるからさ、そう、そうでもなくて、あんまりなんだよ、正直。まあ、そこで、Amazon Music のミュージックを、そう、ダウンロードできる、ソフトがあるの、世の中にが。うん。まあ、それを買おうかなと思ってるの。それがね、7000円、8000円ぐらいの、もうそう、永久契約でね、そう、パソコン1台だけだけど。そう。で、まあ、それを購入すれば、まあ、それを購入すれば、多分、まあ、Amazon Music からダウンロードして、まあ、それをね、外部加工、して、まあ、いい句はないよ。そう、版権的にいい句はないよ。そう、まあ、外部加工して、まあ、カラオケミュージックにすることは、まあ、ダウンロードさえできてしまえば、まあ、いろんなね、ミュージック形式はあると思うけど、そう、独自形式じゃなければね、なんとかなると思うのよ。まあ、そのね、永久、そのソフトも、永久、的な、ま、金額は7000円くらいなんだけど、まあ、月々だと、1000円ぐらいだったかな。1000円だから2000円ぐらいだったかな。だから、ま、月々のやつで一回、使ってみて、まあ、それでね、いけるってことになれば、そう、まあ、そっち。もしくは、ま、月々ののにしといて、必要な時にまとめてダダダダって、まあ、1ヶ月で、必要なものを全部やって、まあ、あとは、ま、必要ない時は、ほっとく、みたいな、のでもいいかな。そう、うん。まあ、今後ね、まあ、今年、いったん、ま、来年の春までには、パソコンを入れ替えようと思ってるの。うん、ミニ PC に。そう、ミニ PC。今の PC は、まあ、もう、外持ち歩くってことはないけど、うん、まあ、メインをミニ PC に変えて、
今のサブにし、コーディングとか時間かかる作業は、まあ、場合によってはね、両方同時に、遠隔で使いながら両方同時にやるっていうのもいいだろうし、もしくは、そこそこのミニ PC と、まあ、使えるかな、みたいなミニ PC、10万円以内ぐらいの、ミニ PC と、5万円以内ぐらいのミニ PC と、まあね、多分今10万のミニ PC だったら相当いいミニ PC なんだよね。で、5万のミニ PC でも十分。で、私は別にさ、中華ミニ PC でも全然いいからさ、まあ国産にこだわるとかそれないからさ、まあそう思うと、まあそこそこいいの買えるんじゃないかなと思ってて。まあね、ミニ PC が2台あったら、まあ、コーディングもね、すごく全然違うと思うんですね。うん。そう。作業のスピードと幅が変わるよね。そう。まあでも今でも、まあ成り立ってるから問題ないじゃ問題ないけど、まあ、実際に、ムービーが入ってる動画を、まあ3、4、ね、ムービーが入ってる動画をコーディングしようと思うと、まあ結構な時間かかるからさ。そう。うん。まあ今はね、外に出かけてるときに、まあ、パソコンに作業させたりしてるから、いいけど、そう、家でなんか作業しながら、コーディングしてるってなると、もうね、もう、何時間かかるんですかみたいな感じになっちゃってるから、まあ、そう思うと、ちょっと、まあ、パソコンは来年度以降、必要、変えようかなと、まあ、1台、2台ぐらい入れ替えようかなと思っています。そう、で、まあ、あとカメラだよね。そう、サブスクをちょっと試してみようかなと思ってます。はい。そう、カメラのサブスク。うんうん。まあね。そう。私の今眠らしてる、シグマの DP1 と2は、まあ受光体そう。に、ちょっと埃が入ってて、まあ、それを取り除かなきゃいけないんだけど、まあ、それもちょっと見積もり聞いてみるかな。そう、まあ、ものすごく高ければね、ちょっともう飾りだよね。そう、ね、2台あってさ、まあ、コンデジはコンパクトデジカメはコンパクトデジカメなんだけど、まあね、一眼レフよりもでっかいコンパクトデジカメだからさ、そう、まあ、埃を取るのに、まあ、1台ね、そう、まあ、5000円、6000円ぐらいだったら、まあ、2台ともやっちゃって、と思うけど、まあね、2万も3万もすると、ちょっともう心折れちゃうよね、正直。そう、まあ、だから、そう、まあ、ちょっと、聞いてみて。で、まあ、高くないことを、まあ、心の中で祈りながら、まあ、出してみ、まあ、聞いてみようかな。そう、うん。まあ、メーカーに問い合わせすれば多分ね、だいたいいくらぐらいですよって、まあ、出てくると思うんだ。そう、まあ、コンデジはね、必ずまあ、長く使ってる人にはね、中にホコリが入っちゃってなんてこともあり得る話だからね。そう。でも本当シグマの DP シリーズだから、まあね、まあこの際に狂いがないかどうか見てもらうっていうのもまあありだよね。そう。うん。まあそう思って聞いてみると、まあなかなかな金額になってしまうと思うんだよな。まあそれだったらサブスクでっていうのも思うし、そう、うん、まあね、あんまり好きじゃないけど、まあ、人が撮ってるさ、GP シリーズの写真を撮ると、やっぱ GP シリーズ欲しいよな、と思っちゃってる自分もいるんだよね。まあ、ちっちゃいし、そう、もう DP1 はもう DP1 もうカメラ持ってますっていう感じだし、そう、私の持ってる DP1 は、もうカメラ持ってますっていう風に、本当もう写真撮るからね、みたいな感じの勢いで撮れない写真なんだけど、そう、DP シリーズはもっと仕切って撮れたんだよね。まあスマホ、私にとってはスマホと DP1 の間が GP シリーズなんだけど、GP シリーズもな、まあ、中古でね、古いのだったらまあそんな高くないか。まあね。まあ、私は
なんだろう、最新のカメラに、もちろん最新のカメラに、が、いいに越したことはないんだよ、最新のカメラの方が。うん。そう、性能的にはね。まあ、でも、そう、まあ、性能がいいから、いい写真が撮れるわけじゃなくて、そう、情熱と、その、コツコツ続ける努力があって、いい写真が撮れるわけだから、まあ、まあ、中古の GP シリーズをちょっと探してみて、まあ、そんな手頃なやつを買っちゃおうかな。そう、うん、と思ってます。そう、まあ、そうすれば、でも中古だって、まあ、手頃なやつって、まあ、2万、3万であるでしょう。そう、まあ、GP シリーズも古いからね、結構。うん。そう、となれば、そうね。まあ私は基本的にカメラ持ってもファインダー覗かないし、そう、ファインダー覗いてしっかり撮るような写真だったら、まあ GP シリーズはちょっとね、物足りないしね。まあそんなわけで、今日は、今後必要だなっていう話をしてきたんだけど、忘れてた。うん。もう一つは、まあ対談形式、ウェブの対談形式のやつは、そうね。やっぱウェブ用のカメラと、ウェブ用の、ウェブで使えるライトって必要になってくるな。そう、そういう意味じゃね、ちょっとね、まだ、先々の話なんだよな。そう、もうちょっと、そうだな、アクティブに動ける自分をもうちょっとね、コントロールしていって、まあ、1年後ぐらいを目指してっていうふうに、していこうかな。はい。まあ、そんなわけで、今日は、ちょっと後でこれで私自分で聞きながら、リストアップとかするのに、これからやっていこうと思っていることに対して、必要な機材なんかをちょっと整理整頓するっていう意味も含めて、自分でタラタラ喋ってます。そう。まあね、これを配信するかどうかわかんないんですが、まあ配信したときは、そんなこと考えて、そんな機材が欲しいんだ、なんて感じで聞いていただければいいと思ってます。そんなわけで、今日は日曜、休みの日なんですが、たらたら歩きながら、土手の上を散歩してる、まあ、コネでした。また今度。バイバイ。